日本が誇る名王者たちが君臨した黄金のバンタム級、その伝説の系譜を継ぐ男、 WBC 世界バンタム級チャンピオン山中伸介。一撃必殺の左ストレートを武器に連続 KO の快進撃を続ける男のザ・ベスト。本日の第3試合バンタム級6回戦を行います。赤コーナープロデビュー戦117パウンド4分の1テイケンジム所属山中伸介。トップアマのプロデビュー戦です。テイケンジムの山中伸介。バンタム級の6回戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。先に手を出していきました黒のトランクスが角海宝石ジムの高橋仁。ここまで6勝 1KO6 敗、今日がプロ13戦目です。対する白のトランクス、赤コーナー帝拳ジムの山中伸介は今日がプロデビュー戦。しかしアマチュア戦績は47戦34勝 10KO13 敗と豊富な戦績を誇ります。インターハイでは準優勝、そして国体では優勝というその素晴らしい戦績を武器に今日がプロデビュー戦です。白のトランクス山中伸介、残り時間30秒切りました。ダウン山中伸介、ダウンを取りました。第1ラウンド帝拳ジム山中伸介がダウンを奪いました。左を放ってくる山中、左右左を顔面に浴びせてきます。山中ここへダウン、山中伸介再びダウンを奪いました。レフェリーがカウントを数えている。山中伸介も左を狙っている、ダウンを狙っている。左ストレート右アッパー、山中ダウンを奪うか。左連打を集めてくる顔面、ここで試合終了です。バンタム級の6回戦試合終了のゴングが鳴りました。勝者赤コーナー山中伸介。バンタム級の6回戦勝ったのは帝拳ジムの山中伸介。デビュー戦を勝利で飾りました。山中はデビュー戦を勝利で飾った。しかし3年間でわずか 2KO、 決して KO 率が高いとは言えない左ストレートが覚醒したのは2009年1月。試合再開です。まだ船井の口にはマウスピースは入っていません。左ダウン、左ストレートカウンター、山中がダウンを奪った。入ってきたところに左を打ち抜きました山中。さあこの辺りからは気持ちの勝負ということになってくるかもしれません。さあ歯を食いしばってバンチを打った。さあまとめていく、一気にまとめていく、さあ俺が投入、山中 TKO 勝利、山中伸介 TKO 勝利。第1ラウンド第2ラウンドボディに、あー右そして左のストレート、ワンパネット沈んだ、ノックアウト勝利。山中伸介宣言通りワンパネットシットサイトを沈めました。ナイフのように切り裂いていく左のストレート、イライラ左のストレートダーン、一気に山中伸介の右左のストレート、村田がダウンを奪われた。一発で負けるわけにはいかない、そう話している。決意のリングに登っているが、しかしながら残り43秒ほどで試合を止められました。まあ、この試合ね、どちらが山中の左、まあ、右、本当のフィニットを当てるかですね、はい、これで勝負は分かります。左だー、1、2、3、4、効いている、効いている、立てるか、立てるか、効いている、効いている、あ、これ当たりない。ストレートですね、電光石火の左ストレート、
秒殺1ラウンド KO 勝利山中。じわりじわりしつこく行きたいところではあるんですけどね、はい、見事に当たった。すぐにタオルが投入されました。ダメージはあるというふうにセコンドは見たでしょうね、判断したんでしょうね。いやこれで3試合連続1ラウンド KO ということになりました。山中慎介5連続 KO の快進撃でついに迎えた日本タイトルマッチ。覚醒した男の勢いは止まらない。さあ試合は第7ラウンドに入りました。日本バンタム級タイトルマッチです。チャンピオン安田美希代、 WBC バンタム級7位、世界ランカーでもあります。一方チャレンジャーの日本バンタム級1位、トップコンテンダーの山中慎介、左未だプロ13戦無敗、負け知らずです。負け知らずのままタイトル獲得となるのか。左ストレートだ、左の一発、チャレンジャーの左だ、山中の左が決まりました。さあチャンピオン立つことできるか、チャンピオン立てるか、パンチをまとめる、パンチをまとめる、ここで試合が止まった。6連続 KO でついに日本タイトルを獲得。高まる評価とともに世界を見据える山中慎介、初防衛戦の相手はバンタム級で山中と人気を二分する天才岩佐良介。勝者が世界へと近づくバンタム級頂上決戦は日本ボクシング史上まれに見る好カードとなった。期待をはるかに超える大激戦に超満員の後楽園ホールが揺れた。第488回ダイナミックスローブメインイベント第32回チャンピオンカーニバル日本バンタム級タイトルマッチ、両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者岩佐良介選手の入場です。バンタム級タイトルマッチを戦う両者がいよいよ決戦のリングへと向かいます。挑戦者こちら岩佐良介は千葉県柏市出身の21歳、元世界チャンピオンセレス小林こと小林昌司会長が手塩にかけた愛弟子です。今その歩みを始めました。ジム開設から間もない時期に門を叩いた岩佐との出会いは7年前になります。一時は習志野高校に巣立ち見事高校3冠を達成。卒業後セレスジムに戻り2008年8月、6回戦でプロデビュー。セレス小林会長も思った以上に順調に来たと語る通り、これまで8戦全勝 6KO、 全勝街道をひた走りこの大一番を迎えています。去年日本タイトル挑戦者を決めるトーナメント最強後楽園に出場し、9月の決勝で当時ランキング1位の横浜光ジム臼井金志郎にスピーディーでテクニカル完璧なボクシングを展開。4ラウンド TKO 勝利したその内容と結果に岩佐の評価はうなぎ登り。今日もこの笑顔を見せる余裕を見せています。イーグルアイ、抜群の動体視力を武器に打たせずに打つ究極のボクシングを目指す若き天才岩佐良介。チャンピオン山中に勝利すれば世界ランクも手にすることができるこの大きな試合。この試合はセレスボクシングジムにとっても初めてのタイトルマッチ。ジムのオープンから8年目、ついにたどり着いた晴れ舞台です。祈りを捧げた岩佐良介、今その花道、リングを開けるセレス会長、そして最後の祈りを捧げます。日本バンタム級トップコンテンダー OPBF ランキングでも1位、セレス小林会長にタイトルをもたらすことができるか、岩佐良介です。続きまして赤コーナーよりチャンピオン山中
慎介選手の入場です。地鳴りのような慎介コールに包まれます後楽園ホールです。戦後第65代日本バンタム級チャンピオン帝拳ジム山中慎介、初防衛戦のリングへと歩みを始めました。世界ランキングでも WBA3 位、WBC9 位と上位につけ世界を見据えています。滋賀県湖南市出身28歳、南京都高校でボクシングを始め、3年生の時の国体で優勝、当時2学年下の青尾貴弘がアマチュア時代最後の黒星を喫したのがこの山中です。専修大学ボクシング部ではキャプテンを務め、2006年1月に6回戦デビュー、2008年に A 級トーナメント優勝、そして去年6月大阪で安田美京に挑戦し7ラウンド TKO でタイトルを獲得。今初防衛のリング、後楽園ホールのリングが見えたところで大歓声に包まれます。この最強のチャレンジャーを迎えての初防衛戦、初防衛戦というよりはこの注目される強敵岩佐との大事な試合、勝って年内に世界挑戦を実現させたい、そういった意気込みがあります。 KO は狙っているわけではない、狙っていないパンチでここまで倒してきたと話すこのチャンピオン山中、しかし目下7連続 KO 勝利中、ここで世界への足踏みをするわけにはいきません。日本バンタム級チャンピオン、世界ランカー山中慎介です。第488回ダイナミックグローブメインイベント第32回チャンピオンファイナル日本バンタム級タイトルマッチ試合役員をお知らせいたします。進行鮫島一郎、タイムキーパー田畑慎一、チーフタイムキーパー鎌田明道、コミッションドクター前川武雄、リングサイドコミッションドクター野中雄一郎、リンスドクター安子内剛で行います。なおこの試合は日本テレビ放送も高知新聞社の講演のもと帝拳プロモーションの主催により行われます。ただいまより本日のメインイベント第32回チャンピオンカーニバル日本バンタム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー118番の帝拳ジム所属、13勝無敗2分け9 KO 2007年の AK ボクサートーナメント優勝、WBC 世界バンタム級第9位、WBA 世界バンタム級第3位、現在7試合連続 KO 勝利中、本日初防衛戦を迎える第65代日本バンタム級チャンピオン、のうちに世界チャンピオン、それがこのチャンピオン山中慎介の夢です。青コーナー指名挑戦者、117パウンド4-3セレスジム所属、8戦全勝 6KO、 昨年度日本タイトル挑戦権獲得トーナメント最強後楽園優勝トーナメント MVP、日本東洋ともにランキング第1位、トップコンテンダー岩佐リーグアイ祐介、日本タイトル、そして世界ランクも手にすることができるか、セレスジムにとっても初めてのタイトルマッチです。浦谷信明、同じく山田一行、同じく阿部和夫、レフェリー中村克彦、負
けを知らないサウスポー同士の日本タイトルマッチ。チャンピオン山中のパワフルな左強打、チャレンジャー岩佐のスピードとテクニックか、黄金のバンタム、次に世界に挑むのはどちらでしょうか。試合開始のゴングが鳴りました。両者サウスポー左構えです。赤いトランクス、赤いグローブが山中慎介。一気に世界をつかもうというその左のストレートが最大の武器。一方はスピードとテクニック、独特の距離感があります。茶色のトランクス、そして青いグローブが岩佐亮介です。両者ともに右の出し合い、まずは岩佐が当てていった。そして連打を見せていったのはチャンピオンの山中慎介です。山中岩佐ともに無敗です。負けを知らない者同士、現在7連続 KO 勝利中が赤いトランクスのチャンピオン山中。一方最強後楽園、去年ランキング1位の薄井金志郎に勝って株を上げてきたチャレンジャー岩佐亮介です。両陣営からすでに大きな声が上がっています。ジャブの差し合いです。チャンピオン山中はこのジャブの差し合い、右が重要になってくるというふうに試合前話していました。この試合ゲスト解説は現役チャンピオンです内山隆選手、そして元世界チャンピオンの飯田聡さんの解説をお送りしてまいります。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。内山選手、この緊張の立ち上がりですね、いかがですか。いやあの後楽園ホールなのにすごいですね、盛り上がり方が。あの熱気もねすごいですよ ね、 そうですね。久々にこの熱気を、本当に久しぶりですね、こんな熱くなった試合っていうのは、はい、超満員になっています。そして飯田さん、はい、両者の動きどうでしょう。少し硬いようにも感じますが、今本当にもう、レベルの高いところで今当たりましたね、ストレート当ててきましたね。岩佐が左、本当に右を返していった、もう一番返していった、少し効いたか。山中が少しバランスを崩しました。パンチロット、右返した、右をカウンターで入れたのは岩佐。互角ですね、本当に互角ですよ。ゴムとゴムですか、はい、ボディにパンチを散らしていったのはチャンピオンの山中。一瞬たりとも目を離してはいけません。一撃で試合が決まることもあります。この試合です、日本バンタム級タイトルマッチ10回戦です。パンチ力といえば内山選手も定評がありますが、山中選手、内山選手あるんですよね。山中選手ストレートすごいですよ、はい、左のストレート、左顎を捉えた。お、少し何事もだ、右当たった、岩佐の右、チャレンジャーボディにパンチを返していく、左のストレート、岩佐か。どちらも1ラウンドは少し課題があると話していたこの試合です。岩佐が強気で出てきましたね、今前に出てますね、はい、距離を取ってくるかと思ったんですが、フルマークで勝ちたいと話していた岩佐が好戦的にいっています。岩佐がもう完全に打ち合いですよね。左ストレート、チャンピオンの距離にいってますよね、クロス。しかしチャンピオンが左2本前に出る、どちらも勝ちにいっている、激しい打ち合いだ。これは空振りになった。残り時間はほとんどありません。オープニングラウンド、ここで第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド終了しました。互角ですねという言葉が今ありましたが、内山隆選手、現役チャンピオンと元世界チャンピオンの飯田聡さんに解説をお願いしますが、この熱気、まず内山選手いかがですか。すごいですよ、本当にもうこんな後楽園ホール熱なることって今までも僕が見た中でももうめったにないですね。本当にないですか。はい、そして五分と五分というふうに飯田さんおっしゃいましたが、いかがですか。まあ、この今スローになっているのは、岩佐の打つか当たりましたけども、はい、ジャブの付き合いから何から、まあ、ストレートも、チャンピオン当ててますからね、どっちもまだなんとも、自分のペースになってないですね。身長が170センチ、両者とも170センチ、リーチは岩佐が179センチで山中が174センチです。第2ラウンドが始まりました。第1ラウンドは5分と5分という立ち上がりになりました。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦です。落ち着いて見なければなりません。目を離してはいけませんこの試合です。やりますストレートは得意なパンチ、チャンピオン。一方本来は右利きのサウスポーです、チャレンジャー岩佐です。岩佐の顔は飯田さん少し腫れてますか。そうですね、赤くなってますか。岩佐のもう右目ですね、まあ左をもらったんでしょうね、一発入ればこの破壊力。目下7連続 KO 勝利中がチャンピオンの山中、画面手前です。
岩佐もっと足を使うと思ったんですけども、プレッシャーかけてますよね岩佐の方が、山中ももちろんかけてますけどね、はい、寺島さん、はい、まずですねあまりの熱狂で耳元で指示を伝えないと聞こえないというぐらいの盛り上がりを見せていますね。そうですね。で大和新トレーナーからはいいパンチも当たったが、はい、いいパンチももらっているとガードをもう少し上げていこうという指示です。この試合に向けては大和トレーナーとともにガードをしっかりと固めること、そしてバランスを重視して練習を重ねてきました。非常にいいスパーリングを見せていましたこの調整中の山中です。ただ28歳のチャンピオン山中に対して21歳のこの岩佐、高校時代には3冠を達成しています内山選手、非常にまだまだ伸びる選手ですよね。そうですね、やはりです。いや、まあ、今この試合ちょっとやっぱ岩佐君のは距離取ってるかなっていう感じですね、はい、掴んでる感じですね。この2人の距離というのはそれぞれ好みの距離というのはありますか。やっぱりお互いあの自分の一番強く当てれるパンチの距離がありますし、左にワンツーを見せました。少し岩佐のが長いですね。そうですね、ただ出てきてるんで岩佐も、やっぱもお互いももらう位置にいますから。そうですか、一触即発です。はい、藤田さん、はい、チャレンジャー岩佐サイドなんですが、セレス小林会長もこの距離感というのを非常に大事に、していました。打ち終わり集中しろ、そして近づきすぎるなという判断です。そして右目の周りなんですが、やはりかなり当たってます。当たった当たった、チャンピオンに踊りついた。さあこの一撃で試合が決まるのかどうか。右のフックです。右のフックです。完全に効いています。チャンピオンは過去2分け2度ダウンの経験があります。2試合でダウンの経験がある。しかしその試合も負けてはいません。無敗同士、一発があるチャンピオンですから、まだ岩佐としても皆さん油断はできませんね。はい、なりここまでチャンピオンが足を震わせるシーンがありました。飯田さん、岩佐の出来いかがですか。いいですよ岩佐、上下打ち分けるといいですよ岩佐。今上下に打ち分けた方がよりいいと。さあ第2ラウンド、チャンピオンの足がふらつくシーンがありました。滋賀県湖南市出身28歳の山中慎介、初防衛戦、熱い戦いになっています。熱い打ち上げ、右だ、右も強烈でした。第2ラウンド終了です。第2ラウンド、飯田さん、このパンチ、岩佐のパンチでチャンピオンが足が揺れました。そうですね、岩佐本当にこの相打ちであるとか、チャンピオンの打ち終わりしっかりちゃんとパンチ出してたんですよね。見事に決まりましたね。第2ラウンド、あわやダウンかというシーン、チャンピオン山中です。第3ラウンドです。日本バンタム級タイトルマッチ、第32回チャンピオンカーニバル、最大の注目のカードと言われているこの試合です。内山選手、いきなり両者ともに本当に打ち気ですね。そうですね、もう最初から倒しにいってますね、お互い。まあ、やっぱり気持ちで引いた方がやっぱり負けるっていう雰囲気はお互い感じてるんじゃないですか。はい、バンタム級といえば、まあ、長谷川穂積現スフェザー級世界チャンピオンがいますが、10連続防衛がありました。この2人の勝負に関して、まあ、それぞれの持ち味がちょっと違うんだけれども、やはり気持ちなんだという同じお話を内山さんされてました。そうですね、もうお互いやっぱり無敗同士ですから、すごいそういう気持ちがありますよ。どちらが強い、まあ、勝ちたいかというそういう気持ちがあるかということです ね。ただ飯田さんどうですか、山中チャンピオンのダメージいかがでしょう。いや、まだちょっとあると思いますね。ありますか。ここはクリンチです。岩佐勢いに乗ってきてますね。フルマークで勝ちたい、自分勝手のボクシング、これをテクニックを、そしてスピード間合いでは相手を上回っているチャンピオンの上に行っているはずだと自信を持って話していました岩佐です。まあ、スピード当てが今のところ岩佐の方が よく見えますね。時間なく発揮してますか、はい、右です。そうですね、ジャブの付き合い、はい、もうどんどん岩佐の方がジャブがつけているようになりましたね、うん、ジャブ自分の距離で、キープできてますね。チャンピオン山中としてもその右の付き合いは鍵になると、手数をしっかり出してずっとプレッシャーをかけ続ける戦いをしたい、そのように話していました。ただ少し先手を取られているか、出始めました。その右です。得意は左ストレート、空振りになりました。チャンピオンの動きも良くなりましたよ。良くなりましたか。足も動いてきましたね。ダメージが抜けてきたか。右です。右が出始めれば、そして上下の打ち分けという練習もしていました山中です。一方自分勝手のボクシング、非常にテクニカル、センスを感じた。おーと左
岩佐のボクシングにも花があります。聞いてますよ、聞いたんじゃないですかね。岩佐ですか。そうですね、一発のパンチで倒す力があります。おーっと左一進一退だ。左さあニュートラルコーナーに近く、左右、本来右利きの岩佐です。ただ左のストレートも飯田さん伸びるんですよね。そうですね、アマチュア出身同士、そしてプロ転向後両者負けを知りません。このカードが実現したこと自体が奇跡と語る人もいます。プレッシャーをかけているのは内山選手、岩佐選手ですね。そうですね、今うまくかけて相手の距離完全に今自分の距離にしてますね。そうですか。おっとカウンターか。ノーガードです。両者ノーガード、強気の姿勢を見せました。第3ラウンド終了です。日本バンタム級チャンピオン、帝拳ジムの山中慎介、 WBA で3位、 WBC でも9位と世界ランクも上位に名を連ねています。現在7試合連続 KO 勝利中。勝って今年のうちに世界タイトル挑戦を狙っています。チャンピオン山中慎介初防衛です。第4ラウンドです。ここはいきなり攻めていくという両者の姿はありませんでした。距離を測っているか。ただもっと距離を取るかと思われたチャレンジャー岩佐。内山選手、はい、意外と近いですよね。そうですね、本当にもう倒しにかかってるって感じですね。安全にこのプレッシャーをかけていっている若い21歳の岩佐です。ただその強気が荒くなることも考えられます。あ、進んでるところで避けました。今思わず声が出ましたが飯田さん、はい、いかがですかここまで。いや本当に一瞬の隙だったんですけども、見事に合ってましたね。山中ですね、はい、寺島さん、はい、チャレンジャーの岩佐選手に、セレス小林会長はですね、はい、一発を狙うなと、ボディをこのラウンドは狙っていくというふうに話しています。ジムの開設から8年目、愛弟子がついに初めてタイトルマッチにこぎつけました。セレス小林会長です。チャレンジャー陣営、寺島さん、はい、一方チャンピオン陣営なんですが、徹底してますね。ガードをとにかく上げろと、でこちらに下田選手、そして青選手、両現役の世界チャンピオンもいるんですが、はい、とにかくガードを上げていけと、そういうチームが飛んでいます。非常に気持ちが強い選手ではあります。しっかりと、まあ、先に、まあ、2歳年下の2人なんですが世界チャンピオンになりました。その2人に追いつきたい、今年中に世界チャンピオンになりたいという、激しいパンチの打ち合いです。ボディを狙っていった、ボディから上、右のパンチの返しも強い、これにも警戒したいと岩佐は話していた。ただ飯田さん本当に打ち合いますね。ですね、いやまだ4ラウンド目ですけども、結構いいパンチお互いもらってますからね。そうなんですよね、お互い入ってますよ、いいパンチは、はい、これはあるいは判定というのはないのかもしれません。山中のパンチこのラウンドだいぶ当たり始めてきますね、はい、何がいいですか。やっぱり慣れたんじゃないですか、だんだん慣れてきた、体もほぐれてきたというところがあるかもしれません。一旦フレンチ、中村レフェリーが分けます。チャンピオン山中のは足でリズムを取り出して、はい、自分のボクシングができるようになりだしましたね。プレッシャーをかけていたんですけども最初は、はい、今回は体の下半身股関節周りを強化してきたと、筋力アップ体重もアップしたそうです。山中チャンピオン、そのあたりの安定感が出ているか、ようやくその足が使い始めたか。右へ入ります。左右左左右、どのパンチも倒すその威力があります。一方スピードとキレで勝負をかける岩佐、プレッシャーをかけていくのは岩佐。すごいパンチですね、お互いがすごい KO パンチを出しますよ。KO パンチを出している、倒れておかしくないパンチということですね。岩佐も打たれながらアップは振りましたからね。ここで第4ラウンド終了です。トップコンテンダー、日本バンタム級1位のセレスジム岩佐亮介、背中が見えています。セレス小林会長のセレスボクシングジムの門を叩いたのは中学2年生の時、それから7年、高校ではアマチュア3冠も達成しています。2人で歩んできたこの歩みにタイトルという勲章をもたらすことができるか。第5ラウンドです。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦、
試合は中盤です。両者サウスポー、両者とも負けを知らないアマチュア出身ボクサー同士の一戦です。右の打ち合いです。改めて距離を測り合っているのか、左のストレートワンツーからスムーズに出してきたチャレンジャーの岩佐です。岩佐亮介、内山選手少し探るようになりましたよ。第5ラウンド、ね、岩佐多分さっきのラウンド少し打たれたんで、はい、やはりまた距離を確認してるんじゃないですかね。なるほど、距離の、まはい、間を縮めすぎたという部分があったかもしれませんね。多分ちょっとまだ焦らなくていいと思う、はい、という感じなんですかね。一方飯田さん、はい、チャンピオン山中も慎重にこの第5ラウンドを始めました。そうですね、本当にもうまた1ラウンド目のジャブの探り合いに戻った感じですよね。何か緊張感が本当にずっと途切れさせられなかった。フリーワンツーです。まあ、今も強く打ちましたけど、もう1ラウンド目の探り合いとは違って、もう次はもう KO パンチを狙う距離の取り合いですからね。今は今やってるのはカウンターを入れてきました。岩佐です。ジャブがいいですね。岩佐、岩佐のジャブ右がいい、左ジャブいいですね。はい、本来右引きです。右のパンチもいいんですが、ただ左のストレートも伸びてくる。左のボディ、チャンピオンリズム良くなりましたよ。寺島さん、はい、チャンピオン陣やはり先ほどのラウンドもあの左のボディ、あれが弱さ効いたんじゃないかという指示が飛んでいますね。良くなってきたということです。ここもボディを狙っている第5ラウンド中盤の戦いです。今第5ラウンド折り返しです。左クロスを入れていきました。山中チャンピオン、ちょっと序盤は浮き気味だったんですね、体が。あ、はい、それがボディを打つことによってまた、ワンツージャブ、また、右に戻るまでのコンビネーションを打ち出してすごく良くなりました。なるほど、ボディを意識したことによってその足元、下半身がしっかりした。そうですね、ボディです。ここもボディです。あ、これでなかなか前に出られなくなったか。そうです、あのボディあるとやっぱりフェイントにもなりますからね、はい、あ、2人、なるほど、この辺り、おっと、しかしガードが少し甘くなると岩佐のパンチも入ります。一心一体ですね。はい、イーグルアイ、セレス小林会長がこの目の良さ、動体視力の良さを買って岩佐にそうニックネームを名付けました。非常に目がいい岩佐。一方、破格のパンチ力、バンタム級では考えられないようなパンチ力があるのがチャンピオン山中です。一進一退という言葉が内山選手からもありました。いや、かなりタフな試合になってますよ ね。今のクリッチ、お互い抱き合ってましたけども、かなり息が上がってますよ ね。そうですよね。両者ともに、まあ、フルショット、完全に力を込めたパンチを打っている証拠です。右の差し合い、消耗戦になってきた日本バンタム級タイトルマッチ、日本タイトルをかけた試合で好カード、ここで前半終了です。第6ラウンドです。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦です。消耗戦のような様相も呈してきました。内山選手はここまで前半、はい、ポイント難しいというふうにおっしゃっていますが、どうですか。正直わからない。いや、今本当全く僕の中では五分五分ですね。五分五分ですね、はい、そして飯田さんいかがですか。僕もシーソーゲームになってますね。まだわからないですか。はい、わからないです。そして一発の可能性も飯田さんありますからね。そうですね、お互いがありますからね、はい、第2ラウンドチャンピオンがぐらつくシーンがありました。そしてここまで岩佐が完全にぐらつくシーンはないんですが、 KO パンチというパンチも振るっているチャンピオンです。この返しも内山選手どうですか。いや、チャンピオンの返し、やっぱり岩佐さん目がいいんで単発だと受けられますけど、あ、はい、コンビネーションの中でワンツーで返しですね、これですね。ああ、左、しかし、ああ、打たれた後でも返していきます。大歓声は山中陣営です。チャンピオン山中、いや、ちょっと岩佐効いているのもあると思いますよ。そうですか、気持ち強いですけどね、ただボディちょっと入ってるかもしれないですね。はい、ボディに再三左のストレートをもらっています岩佐です。寺島さん、攻めていっているチャンピオン、はい、そのチャレンジャーサイドなんですが、あと5ラウンドもある。重心を低めにして膝を使え、そして打つときは足をしっかりと踏み込めという指示が飛んでいます。チャレンジャーサイド飯田さん、はい、こちらが少し浮いているというような指示ですよね。チャンピオンの方も腰座ってきて、チャレンジャーの方も同じですよね。やっぱりちょっと打ち合いになりだして、はい、打ち急いで、そうですね、伸びないことですよね。中心になってきているか。一方、しっかりと足をスタンスを開いて打ち込んでいっているチャンピオンです。山中慎介の落ち着きぶりが見えてきました。28歳、オートビー、
相手の内割りも狙っていく岩佐のこのテクニック、この辺りも見事です。岩佐やっぱり目がいいからもらう瞬間若干反応してるんで、はい、やっぱ意外と派手にもらってても意外と効かないですよね。芯は食ってない。そうですね、うん、岩佐はこれが9戦目です。ここまで全勝街道を走ってきました。まだカードヒッター相手に打たれてないという未知数な部分、あと右、岩佐の右です。その部分も内山選手あったわけですよね。そうですね、ただもらわないですか。芯を食うパンチはもらって、あと右、左が入ったか、右から左が入りました。高速のパンチです、岩佐です。チャンピオン今しっかりと首振って殺しましたね。そうですか、はい、いやこの攻防は非常にハイレベル、すごいハイレベルなことやってますよ。次は世界という両者が、おっと左、チャンピオンの左スイングのようなパンチが入った、左追い打ちを受ける、左勝負に出る。ゴングがほとんど今聞こえませんでしたが第6ラウンド終了です。政権陣営の応援団です。赤コーナー陣営、阿尾貴弘の姿があります。そして、まあ、この政権ジムには世界チャンピオンのベルト下田の姿もありました。世界チャンピオンが西岡も含めて3人いるという豪華な布陣。その政権ジム7本のベルトのうちの1つ、バンタム級日本タイトル守ることができるか。第7ラウンドに入ります。日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンは帝拳ジムの山中慎介、赤いトランクス赤いグローブ、一方茶色のトランクス青いグローブがセレスボクシングジム初めてのタイトルマッチ、トップコンテンダーです、ランキング1位の岩佐亮介です。ここまでは一進一退、あと左カウンターで左か、今飯田さんどうでしたか。そうですね、カウンター入ってますよ、左右左。内山選手、チャンピオンのこの回転が上がってきたように見えます。そうですね、やっぱり左シーンを打ってがコンビネーション出ますね。コンビネーションが出るようになってきた。寺島さん、はい、チャンピオン陣営から大和新トレーナー、このラウンド行きますという言葉が聞かれました。ゴーという指示が出ました。ゴーサインが出ています。チャンピオン陣営です。さあスタンスを広げた、そしてバランスが良くなったという、打ち終わりに流れなくなったというその下半身、ここでゴーサインというのはかなり勝負かけてますよ。そうですか、まだまだ岩佐パンチ持ってますからね。そうですよね、だけどこれ逃すと流れるってこともありますから、それだけ少し飯田さん止まっている部分もあります。あと左、今ちょっとチャンピオンの方にペースが来ているんで、グッとここで、掴み取ろうということだと思いますね。チャレンジャーの岩佐はこれまで一度も顔が腫れたことがない、そして切れたこともないのを自慢にしていました。しかしさすがにチャンピオンのパンチをもらって少し顔面が腫れ始めています。寺島さん、はい、そうですね、近くから見ているとやはり顔面少し赤く腫れてきていますね。そしてセレス小林会長、7、8、9ラウンド、この3ラウンドをかけて攻勢に出ているというふうに指示を送っています。両陣営とも攻勢に出ろ、攻めて出ろという指示。ただ内山選手、ここまで両者とも攻撃的じゃないですか。どうですか。そうですね、かなり攻撃的ですね。ですよね、なおも打っていけと。いやすごいですよ、でも本当に。ただ岩佐君やっぱりプロ入って、はい、今こんだけ苦しい状況っていうのは初だと思うんで、これをどう自分で今変えていくかですよね。あ、セレス小林会長は言っていました。去年の最強後楽園、その挑戦者決定戦でも薄井金志郎相手に試合中に伸びたんだと、うん、そのあたりが21歳の怖さ、素晴らしさなんだというふうに話していました。それがこの強いチャンピオンなだけに、飯田さんチャンス、あーと左引いた引いた引いた、これは足元に来た、あしかしあー左右を狙っているが、その一瞬の隙を狙っていた。しかしこの西岡選手、モンスターレフトと言いますが、それ以上の破壊力にも感じます。一つ下のバンタム級のチャンピオンです。左トップを手にしている岩佐に対して、さあ足を踏み下ろす後楽園ホールの観衆、日本バンタム級チャンピオンの意地、相手を見据えてよく見てチャンピオンが狙っている。しかしプレッシャーをかけていくのは、かけ返すのは岩佐、気持ちの強さを見せています。7ラウンドが終了しました。両陣営から飯田さん、はい、今コールが起きています。ここ勝負どころとみんなが見ていますね。そうですね、まあ、さっきのラウンドチャンピオン陣営からは、まあ、ゴーサインが出たということですけども、はい、最後もちろん連打、チャンピオンのこのクロスです、
まあ、あれ最後また岩佐打ち返してきたんで、あそこでまた冷静になったのもチャンピオン良かったですね、はい、さあ残すは3ラウンドです。現役世界チャンピオンの内山選手、この戦いどう見てますか。いやもう本当にいつ勝負が決まってもおかしくない流れなんで、はい、ただやっぱり前半岩佐君が良かったかなって感じなんですけど、後半になってからだんだん山田君の方がなんかあの掴んできたっていう感じがしますね。リズム、そして何か自分のボクシングを取り戻した、そうですね、そんな感じがします。あ、しかし躍動感あふれる、この若さあふれる動きを岩佐も見せています。ただ岩佐の右の、顔半分が少し腫れているように見えます。これはさすがに左のストレート、チャンピオンの破壊力あるこのパンチをもらっています。そしてボディなんです。寺島さん、はい、先ほどのラウンド間ですね、初めて岩佐選手、弱気な表情を見せました。あ、そうですか。8、9、10相手を苦しんだ、これを制するかどうかがチャンピオンなんだと。あーと、ワンツー、ワンツー、見事なワンツーです。今も首振ってますよね、チャンピオンの方は。チャンピオンですね、はい、殺せますよ。セレス小林会長は3度目の挑戦で日本タイトル、2度目の挑戦で世界タイトルを掴んだ苦労人です。ただここまで全勝街道で愛弟子岩佐はここまで来ました。初めて苦しんでいるこの試合。寺島さん、一方チャンピオン陣営からは後手に回るなと、ここ勝負だと、行けという指示です。自分から攻めていけという指示です。さあ、うん、プレッシャーをかけるその主役が飯田さん、はい、コロコロ入れ替わる試合ですね。そうですね。左、あ、また今度は岩佐か。岩佐のいいところあれですね、やっぱりあのちょっと打たれても、はい、自分からまたプレッシャーかけに行くんで。そうですよね。相手もなかなかこう強気に今だったらいけないんですよね。自分のペースに完全になった、掌握したとは思いにくい。そうですね。クロスを狙っている右のフックの打ち合い、これは空振りになります。クリンチです。飯田さん、消耗戦になりました。なりましたね。これは本当にタフな、精神的にも、タフさが必要な試合ですよね。ポイントでは飯田さんはどちらと見ていますか、ここまで。いやー、まだ本当に互角のところで、まだ互角で推移してますか。ここでやっぱりチャンピオンの方がペースを取り出してますよ。はい、確かに低い姿勢、両者170センチ、変わりません。リーチは5センチ、岩佐の方が上回っています。もっと距離を取って相手を翻弄する、あっと、左、チャンピオンです。ボクシングを岩佐がするかと思いきや、序盤からどんどんプレッシャーをかける、強気のボクシング、自分勝手のボクシングというのを目指しているチャレンジャーの岩佐。岩佐晴れてきましたね。そうですね。左、左、チャレンジャー前に出る、それに、まあ、受けるようにチャンピオンの左が炸裂しています。左、気を吹く左です。ただ本当に目がいい岩佐、芯では食いません。第8ラウンドも終盤です。あ、左、左、岩佐もらった、足元が抜ける、足元がぐらつきながら倒れることはしません。岩佐です。第8ラウンド終了です。第9ラウンドを迎えます。日本バンタム級タイトルマッチ10回戦、実はチャレンジャー岩佐亮介はこれが初めての10回戦ですから、この第9ラウンドは初めて迎えるということになります。初めてといえばセレスボクシングジムにとっても初めてのタイトルマッチ、この試合で何としてもタイトルを獲得したい岩佐亮介です。さあ第9ラウンド、残すは2ラウンドです。一方チャンピオンの山中慎介も実は前回世界ランカー同士の対戦、去年の10月ホセ・シルベイラとのメキシカンとの対戦、この試合で9回終了時点で相手がまあリタイアという試合が最長試合ということになります。この消耗戦、この数ラウンド内山選手、はい、チャンピオン優勢のように見えるんですが、そうですね、後半今僕の6、7、8と、はい、チャンピオンの方がちょっと有利な感じですね。この左が当たり始めてますよね。当たってますね、このラウンドからはチャンピオン山中の距離で戦ってますよ。そうですか。その距離というのは近いと見ていいですか。そうです。ただ岩佐ももらっているんですが倒れることを知りません。打ち返してますね、そして自分から手を出す、この勇気です、気が強いですね、自分は全勝でここまで来ている、しかしまだ若い、決して失うものはそれほど多くない、負けてもいいから自分が得るものをこのリングで得たいんだというふうにも話していました。完全に相手のその実力を認めた上で勇猛果敢に前に出ています。
いや、さっきの打ち合いで振った岩佐のパンチもまだまだ全然KO パンチですよ。あ、右の返しが入りました。チャンピオンの右の返しです。右パンチ、あと左が入りましたが、これも首を振っているか。チャンピオン山中もやっぱりディフェンスうまいですね。うまいですか、はい、目もいいです。あと右から左、ボディから顔面へ。チャンピオンのパンチ、上下の打ち合いも出てきました。内訳も出てきました。非常に波に乗ってきたか。チャンピオン山中慎介、7試合連続 KO 勝利中。そのあと左左、いや、その KO パンチ、飯田さん、今さ受けてるんじゃないですか。そうですね、うん、いや、まだ油断できないですよ。山中もチャンピオンも、うわー、左カウンターで左です。まだまだ岩佐の方合わせてきてますからね、強いパンチを。前半に内山選手は岩佐がうまく芯を外しているという話がありました。芯、はい、を食ってももらっているんですけれども、どうですか。やっぱりだんだん反応も鈍くなってきますね。まともにもらう回数が多くなってきます。ただ倒れませんね。倒れないですね。これは何がそうさせているんでしょうか。やっぱり気持ちの表れ、勝ちたい気持ちですかね。そうですね、やっぱ気持ちが一番ですね。さあ、リングの中央に戻りました。決して一方的な試合にはなりません。ただこの数ラウンド、解説お二人ともそのチャンピオンのパンチが的確に当たっているという、そういう評価です。残り10秒切りました。第9ラウンド、ああ左カウンターに、これは効いたという飯田さんの言葉。ああ左から右だ、ただ顎を引いている。見事な粘り技です。第9ラウンド終了です。最終ラウンドを迎えるにあたり、今日最高の盛り上がり、後楽園ホールです。チャンピオン帝拳ジムの山中慎介はこれまで7戦連続 KO 勝利中という破格のハードパンチャー。しかしそのあまたパンチをもらいながら無敗の全勝街道を乗せです。ボクシングジム岩佐良介も耐え続けています。さあ、ラストラウンドのラウンドが鳴りました。ラストラウンド、両者ともに初めて迎える第10ラウンドです。寺島さん、チャンピオン陣営からはポイントどうこうじゃなくて倒して帰ってこいという指示です。倒せという指示、チャンピオン陣営。さあ、右の打ち合いから始まった。アウト、カウンター右、右の返し、岩佐です。チャレンジャーです。お互いにこのラウンドも最終ラウンドですけども、KO チャンスがありますよ、可能性ありますよ、はい、第2ラウンドにはこのチャンピオンをぐらつかせるシーンがありました。チャレンジャー岩佐、アウト、両者。寺島さん、一方を放っていきます、はい、一方のチャレンジャー岩佐です、ね、セレス小林会長はですね、とにかく練習してきたことを思い出せ、全てを出し切る10ラウンドというふうに話しています。両者全てを出し切ってほしい、全ての能力、パワー使い切ってほしい。この好カード、日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオン山中慎介、チャレンジャー岩佐良介、見上げた根性です。気持ちと気持ちのぶつかり合い、右から左、中村、まだ続行させるのか、続行だ、ロープに詰める、チャンピオンがそのチャンピオンたる意地を見せる、前に出る、倒しに行けという陣営の指示。こちらも無敗のまま世界へという思いがある。あー、当たり、セレス小林会長がタオルを持っています。タオルを持って、タオルが投げられました。 KO 勝利、8試合連続勝 KO 勝利で帝拳ジム山中慎介、第65代日本バンタム級チャンピオン、今肩車されました。世界タイトルマッチに勝ったような喜び、青尾貴弘も今祝福に駆けつけました。初防衛に成功です。最後はセレス小林会長からタオルが投げ込まれました。それと同時にレフリー中村、試合を止めました。山中が今、ローをねぎらいに行きました。健闘を称え合いました両者です。ラストラウンド1分28秒、決着がつきました。8試合連続 KO 勝利、日本バンタム級チャンピオン山中慎介、8試合連続
続 KO 勝利で初防衛に成功。世界ランク上位にもつける帝拳ジムの山中慎介、見事防衛成功です。すごい試合でしたね、本当に。いや、山中君最後あのラッシュすごいですね。びっくりしました。飯田さん、はい、それだけ魂を込めなければこの岩佐は最後まで結局倒れませんでしたか。そうですね、まあ本当に最終ラウンドも一発決めたのは岩佐の方でしたからね、はい、先に右のカウンターでしたかね、はい、見事に決めたのは岩佐でした。しかし KO という明白な形で山中慎介が白星飾っています。山中慎介、第9ラウンドまでの採点が手元に来たんですけれども、ほとんど差がない。やはり終盤に来て山中選手がポイントを連続して取っていたようですね。そうですね、前半やっぱ全部、はい、岩佐の方がむしろいい動きを飯田さんしていましたか。そうですね、序盤はそうですよね、リズムといい、もう本当最後やっぱりキャリアというか、はい、テクニック で本当にわずかな差ですけどね、はい、しかし両者ともに気持ちの強さを見せてもらいました。飯田さん、これ2人ともこれからが楽しみなんじゃないですか。そうですね、いや今多分山中陣営の方から岩佐コールが起きてますよ。あ、そうですね、岩佐の実力をおそらく本当に心から認めたその証拠でしょう。世界チャンピオン青尾貴弘の習志野高校の後輩でもあります。今日は青尾貴弘としても正直どちらを応援していいのか本当にわからない、苦しいんだというふうに話していました。高校3冠の実績、ここまで全勝で9試合目で日本タイトル挑戦、セレスボクシングジムにとっても初めてのタイトルマッチ、タイトル獲得はなりませんでしたが今万雷の拍手を受けて、ねぎらいを受けて控え室へと引き返していきます岩佐良介です。敗れてなおあっぱれ、見事な戦いぶりでした。それでは勝者チャンピオン山中の声を聞きましょう。それでは8位連続 KO 勝利、初防衛戦ベルトを守りました山中慎介チャンピオンです。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオン、まず今の率直な気持ちからお願いします。そうですね、本当、まあ、岩佐君と戦う前は岩佐の方が、有利やっていう声がめっちゃ多かったんで、まあ、これ、まあ、実力証明できたんで本当に良かったです、はい、チャンピオンとしては何クソという気持ちありましたか。やっぱりそうですね、もう自分の方が絶対強いっていう気でいたし、まあ、少なくともうちのジムのうちの自分の練習見てくれてる人は絶対自分が勝つって言ってました。ただチャンピオン、大変な注目の中、大変な歓声の中、そして最強チャレンジャー初防衛戦、何か全てが一遍に来たような感じでしたが、いかがでしたか。今回本当、会長とかマネージャーに、戦略を教えてもらって、もうその通りに一応、まあ、ガードが甘かった分はあるんですけど、一応その通り指示聞きながらやってきたんで、あとこの、大きい応援があるんで絶対勝てると思いました。ありがとうございます。そして拳を交えた岩佐選手もいいパンチもありましたし、なかなか倒れませんでした。はい、自分もいいパンチ当たったんですけど、向こうの、左クロスも結構もらったんですけど、まあ大丈夫でした、はい、さあチャンピオン、次はどうしましょうか。まあ、1位の最強の岩佐君とやったんで、まあ、まあ自分の中では日本で敵がいないと思ってるんで、もう本当世界戦やりたいです、はい、できれば、まあ、亀田君とやりたいですけど、はい、どうですか勝つ自信というのは。もう勝つ自信、今はもう誰にも負ける自信がありません、負ける気がしません、はい、チャンピオン今後も期待しています。見事な勝利でした。もっと強くなるんでこれから応援よろしくお願いします。見事8連続 KO 勝利、初防衛戦ベルトを守りました山中慎介チャンピオンでした。まだ強くなる、そういった言葉が飯田さん聞かれました。そうですね、本当に、まあまあ、今日実力を証明できたのが嬉しいと言ってましたけども、もちろんやっぱり見据えているのは世界ですからね、本当に、まあ、このタフな試合をまたこういういい形で KO して
いいステップ踏めたんじゃないですかね。はい、そして現役 WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオンでもある内山高志選手、はい、また強い選手が世界戦線に来た、そんな感じじゃないですか。もうこの試合で山中君さらに強くなったんじゃないですか、本当にそう感じましたよ僕は。まあ、それだけの相手でもあったと。いや本当そうですね。だから逆に、まあ、岩佐君も久しぶりというか多分初めてこんな苦しい試合したと思うんで、これからもっともっと強くなると思いますね。今後が楽しみです。飯田さんも岩佐選手への一言お願いできますか。いや本当にこれはいい経験であるし、まあまあ、負けてではありますけれども、全然その大きな後退をするものではないんで、本当にこのいい経験を、すぐ上に行くために、これからも練習に励んでもらいたいですね。両者の次につながる素晴らしい戦い、勝ったのはチャンピオン山中慎介です。8連続 KO でライバル岩佐とのバンタム級頂上決戦を制した山中、日本最強を証明した男の次なる標的はただ一つ、覚醒した左ストレートで世界に挑み、黄金のバンタムの継承者として名乗りを上げる。